皆さんどうもこんにちは、マジンこと渋川南波です。本日は相手の手牌の読み方について簡単に説明していきたいと思います。まあ、読みというのはですね、僕は正直マジンの読みという本も書いてるんですけど、読みの頻度はそんなに高くないと思ってます。ただし読みが重要な局面ももちろんありますし、読める局面も多いので、今回はその簡単な一例を紹介していきたいと思います。じゃあこちらをご覧ください。まあとりあえずちょっと展望状況もざっと見ておきますか。南三局、自分はトップ名、ただし親番、しかも全員がビサですという状況での始まり。ハイパイはもう最悪に近いハイパイです。悪い、まあ頑張っていくんですが、まずシャーシャがシャーをポンしました。そして第1弾のチー1をチーしました、この時点でまず2000点確定で、まあ、自分はまくられることが分かりました。そして問い目の手を読もう、読めと言われて読める人はいるかと言われるといませんよね。厄牌をポン、カンチーのチー、そしてペイとキウスも普通の捨て牌なので、この人についての読みの話は実は今回ないです。なんなら読めないからです。これでこれ進めていきますと、ここですね、ハツをポンしました。ローピンチーピンと両面ターツを払ってハツを、でこれだけ見るとなんか満足本質っぽいんですけど、思い返してみるとこれ第一はチー1なんですね。この人ここに流れているチー1、ウソ、ローピンチーピンと切っています。なんだこの人はとなるわけですよ。そしてこの瞬間に絶対に思わなきゃいけないことがあります。あ、この人はトイトイだと。ほぼトイトイです。これはなぜかと言います、もうね、真ん中真ん中、しかも6、7と切って普通の真ん中の手が出ることなんてほとんどないんですよ。ローピンチーピンってね、ウーパーピン大事なんですよ、ここすごく。それなりに初の統一を残してまでローピンチーピンを切って、しかも G1 とウソは先に切ってる。これで普通の横のメンツ手が出ることはほとんどありませんし、チャンタはね少しだけあるんですけど、チャンタってね安いんですよね、泣いちゃうと。こんなに頑張ったのに内定初チャン、しかもドラロー1で 赤も使えないんで、そんなチャンタのことあるかなと考えた方がいいですね。もし仮にチャンタとしたら別に打ってやってもいいやというぐらいの気持ちが必要です。なのでこの瞬間にこの人はトイトイをやってると絶対思わなきゃいけない。しかも速度は分からないです。ただ2メーターズを想像切ってるのは早いかもしれない。でこの人がトイトイやってるという前提のもと、この手を進めていきます。どうしますか。ドラロー1はちょっと切りたくないけれど、ドラだし切りたくないけど他に切る牌もない。この手はどう進めていけばいいのとなった時に、まずここで切るのはチーピンです。これはもうこの人のローピンチーピン手出しでちょっとはトイトイ張ってる可能性もある。なおかつ問い目の2000点に打ちたくないのでチーピンは通る。なおかつ一旦チーピンを切っとくことによって、この人がね、下茶の人が次何を切ってくるかを見ることができるんですね。これは保留のチーピンです。このね、展望の親なんで無条件で降伏はしたくないんですよ。かといってもうまっすぐ全部行くほどの手でもないので、ここは一旦チーピンを切って様子を見ます。すると、まあ、わからない感じになってます。ここで僕はロー1を切りました。これなぜかと言いますと、まあ、ロー1はとりあえず2枚切れてるんでトイトイには当たらないんですね。短期はありますけど、まあ、短期はほとんどローピンチ強としてないので、ロー1のポンされることはない。このロー1をもしチーと言われた場合、この人はまああんまり怖くなくなります。ああトイトイじゃなかったんだと。ただほぼチーとは言われないんですけど、まあ、もしかしたらチーと言われるかもしれないし、ここで一旦トイ面にも当たらないんでロー1を切ってこいつが泣くかどうかをチェックしました。するとやはり泣きません。で手出し急走が入り、これでますますもうトイトイだなと。でもしかしたらパーソは1個切れてるんですけど、もしかしたら当たるかもしれないなと思って、トイトイの場合って場合に切れてない牌が何でも当たる可能性あるんで何も切りたくないんですよ。そうするとこの手ってもう上がりに迎えるのかと言われたらほとんど迎えないんですね。なのでここはもう1枚切れてて自分統一のイースを切りました。ベタ折りはしたくないけれどトイトイに当たる牌も打ちたくないとなった時に有効なのはやはり統一落としなので、
これでいいそういいそうと切りながらいい牌引いたらまあパーソーぐらい勝負して頑張るというスタイルですね。それとこのいいそうはまあダメで手出し吐く。でパーピンを引いてパーピンもション牌です。3ピンは通ったけど3号ならちょっと切りたくないということでもう一度いいそう。これで様子を見ながら例えば今3増が切れたら3増切れます、数増切れたら数増切れますという感じでトイトイとかの、まあ、受けるときは、まあ、とにかくトイド落としをしながら様子を見るとすると、このいいピンが出てまあ今トイトイに当たりましたと。まあ、今回ね僕は当たり牌持ってなかったんですが、同じような手順になるにしてもこのローピンチーピンの時点でトイトイを確定させて、トイトイは張ってるか張ってないかわからないんですが、自分の手が悪いから追いするとションパイ絶対切らないぞという誓いを持って進めるようにしてください。まあ、今回はトイトイと読むの読みやすかったんですけど、例えばこれがねチーワン切ってなかった場合はマンズの本一かトイトイかわからないなと思いながら進めてください。どっちかに決めるんじゃなくて、わからないから、まあ、どっちにも当たらなそうな牌を切っていこうと、そういうふうにまあ基本的に読みというものは相手の手が見えない以上不確定なんですけど、今回みたいに分かりやすい時もたまにあるので、その場合はしっかり自分が、あ、これトイトイだなと思って、じゃあトイトイには絶対当たらないように進めていこうという意思を持ってやるようにしてください。はい、以上です。ありがとうございました。